オスロ国立芸術大学は、ノルウェーのオスロにある大学、視覚芸術、デザイン、舞台芸術のプログラムを要する。ベルゲン国立芸術大学と並び、ノルウェーにある視覚芸術、デザイン教育を行う2校の国立芸術大学の一角を占める。ビジネスウィーク誌によると、オスロ芸大は、世界のデザイン系大学ランキングにて、トップ60校に含まれる。 オスロ芸大は1996年に夏季の子大学の合併により生まれた。これらの大学は現在、次の3つの学部に再編されている。オスロ芸大は、これまで何度か移転を繰り返してきた。2003年の夏、舞台芸術学部が新キャンパスに移転し、オスロ中心部のグリューナーロッカ地区にあるシールド君、宝石工場の跡地に校舎を構えた。2010年に、 他の学部も合流した。オスロ芸大の現在の所在地には、青い塔でできたオスロ福祉協会のブループラークがあり、駐車場の入り口に掲げてある。プラークにはこう書かれている。オスロ福祉協会、クリスチャニアシールドックス宝石工場。1856年創立、1960年閉鎖。建築士 PH ホールターマン。 資格芸術学部には設置当初から二人の教員がいた。ヤンバランタン・セザーは絵画担当の教員を1996年から2002年まで務めた。もう一人のエストバン・レシッツは彫刻担当の初代教授である。現在所属する教員には次の人物がいる。マイケル・オドネル、AK、ドルベン、ダグ、エイリク・エルギン、ヘンリク・プレンジ・ジャック・カブソン、アエロン、バーグマン、 スーザン・ウィンターリング、ジェネット・クリステンセン、スティア・グローガド、ありがとうございます。